宮本十三は、日本の政治家。大倉省大臣官房審議官等を経て退官後、自由民主党所属衆議院議員となり、金融再生総括政務次官や、文部科学副大臣を務めた。兵庫県三原郡政団長出身。兵庫県立相本高等学校卒業。1955年、一橋大学経済学部卒業。大学卒業後、 大倉賞に入賞。振り出しは、川瀬局。一九百六十年、ハーバード大学大学院を修了し。し経済学博士の学位を取得。博士論文は、ザ・ロール・オブ・ダイ・ド・エド・イン・インドネシアン・エコノミック・デベロップメンツ一九百六十二年、大阪国税局、桜井税務所長。一九百六十六年、インドネシア政府経済顧問。一九百七十四年。 国税長次課税部法人税課長、1979年、大倉省国際金融局総務課長、1980年、大倉省大臣官房審議官、1981年、名古屋国税局長、1993年7月18日の第40回衆議院議員総選挙で、新政党公認で、兵庫2区から出馬し初当選を果たした。その後、 小選挙区制で行われた1996年の第41回衆議院議員総選挙では、新進党公認で、兵庫9区から出馬し、原健三ーラを破って再選。その後自由民主党に移籍し、高知会入会。1999年自由民主党政務調査会、財政部会長。2000年の第42回衆議院議員総選挙でも、原の秘書だった。 無所属新人、西村康俊らを破って当選し3期連続当選を、果たし、金融再生総括政務次官に就任。2002年衆議院予算委員会理事及び、自由民主党兵庫県支部連合会会長に就任。2003年9月20日、文部科学副大臣に就任。直後の、第43回衆議院議員総選挙では、 無所属の西村に敗れ比例復活もならず落選した。その後2004年の第20回参議院議員、通常選挙に、兵庫県選挙区から無所属で出馬したが落選。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、倉返した新党日本公認で出馬するが、自民の西村に再び敗れ落選。2007年の第21回参議院議員、通常選挙に、 国民新党公認で、比例区から出馬したが落選。2009年の第44回衆議院議員総選挙では、国民新党公認で出馬したが、自民の西村に3度敗れ落選。2010年の第22回参議院議員、通常選挙に国民新党公認で、比例区から出馬したが落選。その後、東北福祉大学特任教授、 日本国際通商支援共同組合代表理事、NPO 法人日本文字文化機構副理事長、見た目がソーラー株式会社代表取締役などを務めた。2016年、死去。84歳没。ー1996年、名古屋国税局が所得税法違反容疑で強制調査していた宮本の知人の元会社役員の脱税事件について、 当時の同局査察部長に調査内容を問い合わせ、刑事処分に手心を加えるよう圧力の電話をかけていたことが発覚した。官報6866号、元衆院議員の宮本十三氏、死去84歳、南淡路市出身、神戸新聞。 http://www.kob-np.co.jp:/news:/shakai:/201608/00094116577.html2016 co. e 年波月21日閲覧 日本の官庁国土政策研究会、1982年発行、466ページ、プロフィール、宮本13、宮本13首相官邸、震災にかつ経済検討者2011年週刊、文春2012年1月26日号140、P 月刊、正論2012年5月号202から209、P ハト、 元衆院議員の宮本十三三司教元文部科学副大臣朝日新聞デジタル2020年11月11日閲覧読売新聞2010年参院選格等候補者アンケート時事通信者2000年9月4日日本経済新聞2000年9月3日ありがとうございます